さんがキャンディーをあげるから、一緒にどこかに遊びに行こうか。知らない人にはついていかない。ウサギちゃんが知らない人に話しかけられた。助けて。もう大丈夫、怖がらないで。ラブール警備に任せなさい。待ちな、絶対に逃がさないぞ。大変です、犯人を見失ってしまったようです。一緒に探してください。なんてずるいやつなんだ。あ、また逃げられてしまった。なんてずるいやつなんだ。あ、また逃げられてしまった。あ、また逃げられてしまった。なんてずるいやつなんだ。なんてずるいやつなんだ。ワンダフル、犯人を捕まえたわ。どうやら迷子のようですね。パパやママの電話番号は知っているかな。うん、私知ってるよ。ママの電話番号は6125432。ワンダフル、ママ6125432。ママ、遊園地の入り口にいるよ、迎えに来て。ウサギちゃん、よかった、やっと見つけたわ。ママ、ごめんなさい、お出かけの時はママから絶対離れない。ラブール警部のワンポイントアドバイス。そこの君、一人の時に知らない人がお菓子をあげると話しかけてきても絶対に断るんだ。もしも連れて行かれそうになったら助けてと叫ぶんだわ。子供が運転席で遊んではいけないぞ、とても危ないわ。子供が運転席や助手席に座るのは危険なんだ。この子たちを安全な席に座らせよう。車の中では危ない行動をしないこと、間違っている行動はどれですか？車から降りるときは右、危ない、後ろから自転車が来ているよ。通り過ぎてから降りよう。ワンダフル、車から降りるときは右、左をしっかり確認してからドアを開けよう。ワンダフル、ラブール警部のワンポイントアドバイス。そこの君、車に乗るときはチャイルドシートに座ってシートベルトをしっかりと締めるんだ。君の命を守ってくれるわ。ウサギちゃんを安全に家まで送ってあげよう。スライドして危険を避けて。水たまりは避けて。道路でボール遊びは危険だわ。マンホールが開いています、避けて。歩きスマホは危険だわ。道路でボール遊びは危険だわ。工事中です、気をつけて。マンホールが開いています、避けて。
うさぎちゃんのお家はどれかな？やった！お家に着いた！ありがとう！ラブール警部のワンポイントアドバイス。そこの君、歩くときは危険がないか確認することが大切だぞ。安全を意識して自分の身をしっかり守るんだわ。他にも、今日は遊園地へ行こう。みんな私のそばを離れないで、勝手にどこへ行かないでね。乗客の皆さん、きちんと席に座って必ずシートベルトを締めてください。バスではちゃんと座り、シートベルトを締めること。車の中では危ない行動をしないこと。間違っている行動はどれですか？窓の外に頭や手を出さないこと。車に乗っているときは窓の外に頭や手を出さないこと。窓の外に頭や手を出さないこと。窓からゴミを外に捨てないこと。車に乗っているときは窓の外に頭や手を出さないこと。窓の外に頭や手を出さないこと。窓からゴミを外に捨てないこと。バスの窓の外に頭や手を出してはいけない。ラブール警部のワンポイントアドバイス。そこの君、バスに乗るときはしっかり座る。窓から頭や手を出さない。物を外に投げてはいけないぞ。僕と君とのお約束だわ。乗客の皆様、当機は搭乗手続き中です。手荷物と搭乗券をご用意ください。皆様の安全で快適な空の旅をお祈り申し上げます。ベビーバス航空へようこそ。空の旅をお楽しみください。安全のためテーブルを元の位置に戻してください。当機は離陸します。席につきシートベルトを着用してください。手荷物は上部の収納に入れてください。暴風雨に入りました。皆様、慌てずに落ち着いてください。当機は暴風域を抜けました。まもなく目的地に到着いたします。ラブール警部のワンポイントアドバイス。そこの君、飛行機に乗るときはシートベルトをしっかり締めて、乗務員の人のお話をよく聞くんだ。緊急時は大人に酸素マスクをつけてもらうわ。